Thank you.
読谷村が一望できる丘の上に建てられ美しい城壁を持つ座喜味城は1956年に琉球政府の重要文化財に指定され、日本復帰の1972年には国指定史跡となりました。そして1973年から1985年の間に城址の発掘調査や城壁修理が進められて再生されました。その後2000年に琉球王国のグスク及び関連資産群の資産の一つとして世界遺産に登録されました。また日本城郭協会は2006年に日本百名城を発表し、沖縄県内からは今帰仁城、中城、首里城が選ばれましたが、2017年に続日本百名城としてうるま市の勝連城とともにこの座喜味城が選ばれるなど、まさに沖縄を代表する城址の一つだといえます。ご視聴いただきありがとうございました。今回の座喜味城の動画はいかがでしたか？もし少しでも良かったとか役立ったと思っていただけるなら、いいねやチャンネル登録をお願いします。おっチャンネルではこれからも沖縄の世界遺産や歴史、観光などを動画で紹介する予定です。お楽しみに。それではまた。バイバイ。